徳山下松港は、山口県周南市、下松市、甲市にわたる港湾である。港湾管理者は、山口県。港湾法上の国際拠点港湾、高速法上の特定港に指定されている。瀬戸内工業地域の一角である、周南コンビナート地帯や、周辺の工場群と各地を結ぶ、拠点港湾として機能している。各市域によって地区が分けられる。全体として、専用貨物が9割を占める港湾貨物に特色が見られる。新南陽地区の工場群からの専用貨物による原材料搬入、製品搬出が主である。周南フェリー徳山港ターミナル、山陽本線徳山駅南側に隣接し、大分県国東市竹立港へのフェリー、東京港と博多港を結ぶ商船、三井のサンフラワーは、型が発着、寄港するほか、大津島、黒亀島への離島航路が運航されている。晴海ふ頭には-12メートル水深の岸壁とガントリークレーン2機を備えるコンテナターミナルが整備されており、山口県内の港の中で最大のコンテナ取扱量を誇る。また、原油の搬入、石油化学製品の搬出もこの地区から行われている。笠戸島に近接しており、鉄鋼、機械の原材料搬入、製品搬出などが主である。日立製作所、笠戸事業所で製作された新幹線をはじめとする鉄道車両もここから船積みされ、各地に運ばれている。また、エネオス下松事業所では、周辺の発電所向けの石炭を取り扱うパンタドーム型の巨大な石炭中継基地が、作られている。高地区の薬品、鉄鋼メーカーからの専用貨物による原材料搬入、製品搬出が主である。江戸時代、毛利氏のいわゆる三城政策により、富田、徳山、下松の各地域に米、塩、紙を主に取り扱う商港が整備されたのが始まり。1904年、徳山に海軍練炭製造所が設けられたのをきっかけに、大正時代には、日本ソーダ工業、日本汽船笠戸造船所等多くの企業が進出する。これを受けて1922年、徳山港が開港、特別輸出入港に指定される。戦後、1948年に下松港を編入、徳山下松港となる。海軍燃料省はなくなったものの、跡地に1957年出光興産が進出。徳山製油所を整備し、石油化学コンビナートの礎を築く。これと相前後して、戦後復興による工芸機も手伝って、徳山下松港の利用も増加。1951年に重要港湾への指定、1965年に特定重要港湾に昇格指定された。以後、徳山地区、新南陽地区を中心に整備事業が行われている。ありがとうございます。